こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。ミヤズガーデンのミヤです。今回の動画はシクラメンの植え替えをしていこうと思います。はい、こちらはガーデンシクラメンですね。多分夏越しに成功しているんじゃないかなと思われる株になっています。夏の間は葉っぱがあんまり元気がなかったんですけれども、涼しくなってきて葉の緑が濃くなってきました。ちなみにこの鉢は自分でペイントしたんですけれども、白く塗った部分、そこの方がちょっと欠けてきちゃってますね。まあそれでもそれなりに状態はいいんじゃないかなと思います。はい、それでは球根の様子を見てみようと思いますけど、これは今年の多分2月ぐらいに買ってきた苗ですね。それを植え替えしました。でちょっと土をかき分けて見てみたいと思うんですけど、で球根が結構硬さがあるので硬いので、まあ、多分これは元気なんじゃないかなと思います。はい、でシクラメンはもう一個あります。これは普通のシクラメンで、去年お正月ですかね、今年のお正月に母にもらったシクラメンになります。で家の中の明るい日の差すところに置いておいたんですけれども、これもどうなっているのか様子を見ていきたいと思います。でもう芽が動いてきてもいいんじゃないかなって思うんですけど、結構静かなんですよね。なので、ちょっと球根触って調べてみたんですけれども、なんか変な感じがしました。あんまり硬くなくってちょっとブニッとしてるんですよね。これはもしかして夏越し失敗してるのかなって思いました。さあどうなんでしょうか。ちょっと中を見ていきたいと思います。シクラメンの夏越しの方法は2種類あるそうで、それがウェット法とドライ法っていうものらしいんですけれども、ウェット法の方は夏の間も水やりを続けて葉っぱを残しながら夏を越すっていう方法らしいんですね。でドライ法の方はもう水やりをしないで乾燥させて夏越しをするっていう方法です。で私は2つのシクラメンともどちらも水やりをしていました。なんですけども、こっちのシクラメンは途中で葉っぱが全部なくなってしまったんですよね。でもたまに水をあげていました。さあどうなってるのかちょっと見てみたいと思いますけど、もろもろっと土が崩れてっちゃうので、あ、これが球根ですよね。はい、こんな感じで球根がもう崩れちゃってるので、あ、こっちは夏越し失敗でしたね。残念です。こんな感じでダメになっちゃうんですね。すごいなんか勉強になりました。はい、まあ、夏の間途中までは生きてたと思うんですけども、やっぱり水やりが良くなかったのかなと思いますね。水をやって腐っちゃったのかなと思うので、今度はドライ法で夏を越してもいいのかもしれないなというふうに思いました。じゃあ気を取り直してですね、ガーデンシクラメンの方植え替えをしていこうと思います。こちらは球根がしっかりとしているので多分大丈夫なんじゃないかなと思います。球根がちゃんと見えてますよね。じゃあ球根を傷つけないようにミニスコップで、掘っていこうと思います。鉢の縁に沿ってなるべくその球根に当たらないように掘り上げていこうと思っています。
この鉢は真ん中ぐらいの高さで一段ちょっと幅が狭くなってるんですよね。なのでお箸とかスコップがまっすぐ下に入らないんですけれども、まあ、ちょっと様子を見ながら掘り上げていこうと思っています。はい、掘れました。こんな感じで出てきました。はい、下に鉢底石がへばりついてますね。はい、無事に取り出せました。鉢底石を取り除いていってあげます。結構思ったよりも根っこが回ってましたね。こんなに大きな塊になってました。ちょっとどこが球根でどこが根っこなのかわからないんですけれども、すごいですね、この根っこの量というか細かさというか。夏の間もよく耐えて成長してくれてたんだなって思いました。はい、元気そうでとっても良かったです。で、バケツに水を入れてきました。これでこの根っこを洗っていこうと思います。はい、では水につけて洗っていきます。ちょっと早送りしますね。はい、土が結構落とせました。でもまだついてるみたいなので、もう少し落としていこうと思います。球根のその丸い、玉みたいな形してるんですけど、その下の方ですね、そこに結構土が、ついてるので、それを落としてってあげます。手で触ると結構その球根の形っていうのがよくわかるので、初めてこうやって球根を洗ったんですけども、面白いなって思いましたね。シクラメンの球根ってこんな風になってるんだなって初めて知りました。はい、よく落としてあげて、だいたい土が落ちましたね。こんなにスリムになりました。あんなに大きかった根っこの部分ですけど、ほとんど土だったということですね。こんな感じでスリムになった球根と根っこです。じゃあ植え替えをしていこうと思います。で、鉢は同じ鉢に植えていこうと思います。大きさ的には大丈夫だと思うので、鉢増しせずに同じ鉢に入れていきます。ちょっと一回りぐらいもしかしたら大きいかもしれないんですけど、まあこれで大丈夫だと思います。使う土ですけども、今回はカルス NCR で土壌改良した土ですね。それを少し持ってきました。で、そこに赤玉土を少し加えていくことにしました。あとは鹿沼土ですね。これも同じぐらいの分量を入れてあげます。あとはまだベラボンが結構残ってるので、ヤシの実の繊維ですね、それを入れてあげることにしました。で、シクラメンは排水性のいい土を好むそうなんで、まあこうやって赤玉土と鹿沼土とベラボンを入れることにしました。鉢の下に鉢底ネットを敷いていきます。で、特に病気とかもなさそうなので、同じ鉢底石を使ってしまうことにしました。まあ本当は新しいものか一回洗った方がいいのかなと思うんですけども、まあ大丈夫かなと思って入れちゃうことにしました。はい、鉢底石が入りました。
で、ここに土を入れていきます。シクラメンはあんまり深く植えない方がいいみたいで、球根の球体の部分が少し土より上に出てた方がいいそうなので、ちょっと浅めに植えることにします。根っこを洗いましたので、根っこの間にも土が入るようにお箸で少しつついて土を送ってあげることにしました。あんまりやってしまうと根っこが傷ついちゃうので、まあ、軽い感じで、下に土を送ってあげます。ちなみにこのガーデンシクラメンは色が白い色で、先っぽが少しピンクになる、そういう花の色ですね。私はどうもピンクの花が好きみたいで、それもこう白い花でうっすらピンクとか、そういった色が結構好きみたいで、そういう色を選びがちですね。このシクラメンも全体的には白くて先っぽがピンクということで、白とピンクっていう感じで、それが好きで選んでみました。でもそういう色ばっかりベランダに増えてっちゃうのでね、ちょっと最近は違う色も買ってもいいかなって思ってます。はい、植え替えできました。ガーデンシクラメンの植え替え完了です。ということで、最後にたっぷりと水をあげていきます。これから寒い時期に向かってどんな風に葉っぱが出てきて花が咲いてきてくれるのか、楽しみに見守っていきたいと思います。今日の動画はここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございました。またシクラメンの様子は動画にしますので、よろしかったらチャンネル登録をして見ていってください。楽しんでいただけましたら高評価ボタン、コメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。